はい、今回も、島の虎丸名人の対局を紹介したいと思います。はい、お相手は、元、さんっていう韓国の九段の方です。はい、有名なね、選手ですね。はい、じゃあそれでは見ていきたいと思います。はい、島野さんの、黒番です。はい、この手をね、打たれましたね。最近は見られない手なんですけどね。まあ、この手も珍しいですね。これだけ打って。白はね、足早な打ち方ですね。そうですね、これはね、確かこういうような、変化がありましたね。こういうような形が部分的には、あります。まあ、黒はそれを保留して他に打たれました。まあ黒もまあまあな気がしてますけどね。これがまだ弱い石ですし。まあ一応封鎖気味に打ちまして、ここをね、閉じ込めればね、黒悪くない感じがしますよね。はい、黒好調に見えます。まあ、切って、これでまあほぼ解消できましたかね。つないでもここ継げば一応助かってますので、ただこれはですね、すごい模様ですから、白はどっかで入るでしょうね。白は固く、黒は固くね、ここに守りました。下がりを決めて、しっかり手を入れましたね。しかしね、こうガツガツ入られてみますとね、白も打てそうな感じがしてきましたね。不思議なもんですね。ここで戦いを起こしました。ここは、そうですね、こう引いても、まあ、ここが残ってるんですね。引いても、ここが残ってて、まあ、取られると。まあ、防ぐんならこうですけど、これも、ちょっと味が残りますもんね。この辺りが効いて、来る関係がある、あるということですね。これでまだ残ってます。こうなっ、まあ、黒もね、守りました。こうなってみますとね、白もなかなかなんでしょうか。白は捨て石にして、打っていますね。まあ、ここも一段落して、あとここがどうなるかですか。でもまあ難しそうですよね。形勢は。ここから、手をつけていきましたね。これはすごい踏み込みですね。こうやるのは、
これで取られてしまうと。はい。はい、ここ、まあ、攻め合いになったんですけど、これはちょっと黒嫌な感じでしょうかね。ここはこうですね。下がりに対しては継がれて、はい、これが取られてしまったと、はい、いうことで、ここが黒ね、ダメ詰まりだったんですね。一応まだ寄せコウですけど、はい、解消されて はい、ここまででしたか。はい、ここでね、白中押し勝ちという結果でしたね。はい、まあすごいですね、うまく手にされるものですね。この辺りはね、黒普通に考えたら悪くないんですけどね、これでどっかになんか打てればいいんですけど、こう入られるとなかなか死なないのかもしれないですよね。これが自信がなかったでしょうかね。こうなんか入られるような感じがね。ですか。結局このぐらいだと、そうですね、実戦どこだったかな。ここから囲いうとね、どうだったんでしょうかね。何か続けて打つのもあった気がしましたけど、まあ、こういうのがちょっと嫌味なんですけど、まあそれはここでね、このコウで頑張ったりしてね、なんかやれば、まだまだね、黒悪くない気がしましたけど、いやでも非常に難しい碁でしたね、一局一手一手がね。はい。はい、ということで、こんなところで、終わりにしたいと思います。それでは失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。